ばんは、ティーポーンです。週末にかけて結構雨が続いてましたね。いよいよ関東も梅雨入りかというタイミングだと思います。今日はですね、キャンプ用のソロテーブルについてちょっと動画を作っていこうと思います。まあ、僕はファミリーでやるときもソロでやるときもそれぞれまあ使い分けてはいるんですけれども、キャンプ用のテーブルというのをいくつか持っています。もともと僕が今ソロキャンプでメインで使っているのは、別の動画でも紹介をしている、クオルツのですねスタッキングローテーブルというのをやっぱりよく持っていったりするんですが、調理用にですねバーナーとかを乗せて使用する部分にはアルミのテーブルをよく使います。まあ、そのテーブルがですね、まあ、この僕が持っているやつはこの GSI のアルミテーブルを持っているんですけれども、まあ、今アルミテーブルもですねいろんなメーカーさんから結構いろいろ出てるんですが、僕が持ってるこの GSI のやつってなんでこの GSI のやつを選んだのかというとですね、この GSI のやつっていうのは足の部分がこのような形で2段階に調整ができるんですね。なので僕はこのアルミテーブルっていうのを、まあ、ソロキャンプ始めた時に一番最初に買ったテーブルっていうのが多分これなんですけれども、これを買って使用しているといった感じですね。もう結構味が出てますけども、まあただですねこういったアルミテーブルっていうのを、まあ、ずっと愛用して使ってはいるんですが、やっぱり組み立てるのにですね、見て分かる通りこのような形で蛇腹になってますので、基本的にはこの、ポールをですね組み立てて、テーブルにするわけですが、結構やっぱりちょっといろいろ時間かかるんですよね。まあ、このような形でですね、ポールを差し込んでテーブルにするわけですね。組み立てるとこんな感じになります。まあ、こういったアルミテーブルというのはソロで使う分には非常に使い勝手がいいです。サイズ的にもちょうどいいですし、まあ、このような形で結構厚いものを乗せてもですね全然平気ですし、結構こうガサツに扱っても結構強いですしね。まあ、そういったメリットもあるんですが、実はデメリットもあってですね、まあ、コンパクトになる分、まあ、見ていただいて分かる通り基本的にこのテーブルの天板っていうのは蛇腹状になってるんですね。ゴムで、でそこにこのような形でポールの支柱を2本入れてテーブルを組み立てるというスタイルになってるんですけれども、これがですね結構思いのほか時間がかかったりするんですよ。だん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 やっていくうちに面倒になっていくんですね。でまあ正直これで十分事足りてはいるんですけれども、インナーテントの中とかでですねこのテーブルを使ったりするときっていうのはやっぱちょっと気が引けたりするんですね。なぜかというとこのアルミテーブルのこの足の部分っていうのは結構実は鋭利でですね、ちょっとインナーテッドの生地に影響が出るんじゃないかなとかって思うこともあったりしたわけです。という内容もあったので、結構前から出てて気にはなっていた製品だったんですが、今回それでですね、この製品を仕入れました。じゃん。外のですね、フィールドホッパーですね。まあ結構昔に発売されたものなんで、持ってらっしゃる方からするとなんで今更って感じかもしれないんですが、僕は実はこのサイズのテーブルっていうのは持ってなかったんですね。まあ、かつですね先ほど説明した通りにアルミテーブルっていうのを組み立てるっていうことに対してもうちょっとこう簡単にできないかなというコンセプトで考えていくと、この外のフィールドホッパーっていうのは非常に便利なんですね。でまあ、このサイズのですねトレッキングテーブルっていうんですかね、まあ、ちっちゃいテーブルっていうのはいろいろメーカーさんから出てまして、有名なところでいくとスノーピークのオゼンとかですね、そういったその他のメーカーさんもあったりするんですけれども、やっぱり組み立てが必要なものに対してこの外のフィールドホッパーっていうのはどっちかというと後発的に出てきたものなんですけども、非常にワンタッチでですねワンアクションで組み立てることができる製品なんですね。でまあこれ純正の、カバーがついてるんですけれども、出すとこのような形になってまして、開くとですね、わかりますか、ワンアクションでテーブルになるんですよ。まあ、サイズ的にはですねアルミテーブルよりももちろんちっちゃいんですけれども、
まあ今言った形で、まあ組み立てる手間がないっていうのがまず一番非常に大きいところですね。で、このテーブルなんですが、仕掛けとしてはですね、裏返すとこんな感じになってるんですが、この部分にちょっとバネの役割をするものが入ってまして、これがですね、要は閉じた時にパンとこう跳ね返る仕掛けになってるんですね。で、その他見てわかる通りにですね、足の部分がまあこのような形で丸みを帯びてますので、インナーテントの生地を傷つけなくて済むんですね。このような形で。なので、アルミテーブルとかをインナーテントの中で、使うとですね、やっぱり位置を動かすときっていうのはどうしてもこう持ち上げてやっぱり位置を決めてやらなきゃいけないんですけども、そうすると足がですね、このような形で折れてしまうんですね。ただこのフィールドホッパー自体はこの状態でこう滑らせても生地にダメージが少ないですし、このような形で真ん中を持って持ち上げるとですね、そのままもう簡単にテーブルを移動できるといったメリットもあります。で、ただですね、このフィールドホッパーにも弱点がありまして、これ閉じるときっていうのは本当にこの2つ折りにして、この足をですね、横側にこのような形で収納してやるって感じなんですけれども、実はですね、これバネの役割をする分、通常はこのような純正のケースに入れてればそんなことはないんですけれども、この状態で例えばカバンの中に入れたりすると衝撃でバンと開いちゃうんですね。逆にこれがだからデメリットとして、出てしまう場合もあったりするんですよ。なので、僕はですね、ちょっとそこに一工夫を加えてですね、わかりますかね、これですね、磁石なんですね。この磁石を1、2、3、4箇所くっつけてます。で、この磁石は今100均で結構磁力が強力なミニ磁石っていうのが売ってたりするので、それを高さに合うように2つ重ねてですね、アロンアルファで止めてあるんですね。それを計4箇所止めてあります。で、これがあることによってですね、よいしょ、見ていただいてて分かる通りに止まってくれるんですね。そうすると今ちょっと足を一回しまいますが、そうするとですね、こうやって手で開くアクションを起こさない限り衝撃があっても開かないんですね。これはちょっと自分でも結構いいかなと思ってるアレンジです。なので表題としては外のフィールドホッパー回という形で書かせていただきました。まあ外のテーブルを持っててですね、同じ悩みを持ってらっしゃる方っていうのはぜひこのやり方を試してみるといいと思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね、外のフィールドホッパーを中心にソロキャンプ用のテーブルを紹介した動画でした。まあキャンプ用のテーブルというのもいろいろ種類がありますし、やっぱソロキャンプ用となるとですね、いかにコンパクトに簡単にできるかっていうところが結構テーマリングになってくると思うんですけども、その部分でやっぱりこの外のフィールドホッパーっていうのは非常に優れた製品でありますね。やっぱりキャンプ道具っていうのはそれぞれ特徴もあればやっぱり欠点もあるので、まあ今日紹介したですね、この磁石のようにですね、欠点を補う工夫っていうのを自分なりにちょっとアレンジして使用してみると、ギアのちょっと愛着っていうのもまた一段と増すんじゃないかなというふうには思ってます。今日はですね、外のフィールドホッパーを中心にソロキャンプ用のテーブルを紹介した動画でした。動画の最後にはチャンネル登録の動画も用意してますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。これはいいですよ。